こんにちは、ケイです。今日はですね、久々にドッカンバトルをちょっと一人でやってみたいと思います。それでは行きましょう。お願いします。いやー、めっちゃ久々だと思う。僕が前のチャンネルでね、今セカンドなんだけど、そこでなんかドッカンバトルをやってたんですよね。それね、いつ？もう2年前とか3年前ぐらい？ちょっと覚えてないんですけど、ちょっとそれぶりにね、ちょっとまさかドッカンバトルをちょっと今から、いや、なんかやりたいなと思って、やっていきたいと思います。何しようかな、じゃあ。で、今何しようかなって見てたらね、この復活の F のね、物語イベント来てるから、これやりたいなと思って。これを今日やっていこうかなと思います。で、1個目はクリアしたから、せっかくなんで、何個か、もう何も決めてないです。今ノープランで動画走ってるんで。で、ちょっと何個かやってみたいと思います。はい。ちょっとこれで物語を進めていきましょう。でね、だからまだそんなに全然僕も強くないし、正直、もうね、どうやってね、組んだらいいかとかね、難しいんだよね。だからとりあえず今は、一応ね、このリーダーにしといて、ゴジータにしてるんだ。で、あとフレンドさんは大体いつも4。ゴジータの4。で、ゴテンクス持ってるから、そこだけパワーアップするんだもんね。そこはなんとなく分かってるから。そう、あとはね、あんまりパワーアップもしないんですよ。だからその全部はいかないんだけど、ちょっとこれでいきたいと思います。はい。やべ、超久々だよ、これを。ドッカンバトルをこれやってんの。すごい久々。そうそう、物語イベントだから、しっかり物語見てこう。もうみんな見てると思うけど、そこはちょっと気にしないでくださいね。よし。ご飯よ。わあ、復活の F だよね。これ映画だもんね。ありましたね、このシーンは。そうそうそう、ご飯がね、頑張ってくるんですよ、この時に。どこですか？これは前のやつだよね。わ、懐かしいじゃん、これ。昔だよね。違う、昔じゃないか。今はもう映画のやつか、これは。よし、行こう。ドッカンバトルはこれ進めていくのがね、大事だもんね。で、これは赤いマスに入んない方がいいもんね。よし。もういきなり赤いマスです。じゃあ赤いマス、しょうがない、止まろう。どーん。しょうがない、そこはしょうがないね。とにかく赤いマスに、僕の勝手な持論ですよ。まず赤には止まらない。あとは、敵にはぶつからない。それでボスまで行く。大体これがね、一番いいかなと思って。よし、これで。でもこれ強制的に止まっちゃうのもしょうがないんで、これは当たります。もうこれ絶対だからね。はい、もうこれは絶対。しょうがない。もうこういう時はしょうがない。よーし。でね、どうしよっかな。だいたい、もういつも僕がね、フレンドさんが強い方を連れてくるんで、こうやってね、先にもうこうやって。でもこういう場合はこう、で、こうだな。いや、こうだな。これが一番全員上がるんじゃないですか。で、これでね、もうやっていくと。あんまりこう、うまくないからね、僕もね。普通にこれ、どうしようかな。はい。で、だいたいもう、この4ですよ。ゴジータ4で当ててね。で、あとはパンでパイッと。あんまり揃ってないから、あれだけど。倒せんじゃないかな、ノーマルだしね。全然いけそうだよ、ほら。イエーイ。もうこれ強いよね、マジ欲しいんだけど、これ。また来んのかな。ちょっとドッカンバトルのさ、ガシャのさ、システムはあんまり把握できてないんですけど、あれって、あの時のドッカンフェスじゃないと出ないもんね、キャラ。これは合ってます？うん。だからそれがまた来てくれた時にまた、引きたいよね。来ないのかな、やっぱり。どんどん進めていきましょう。はい。今日、これは、そうだな、今日かな。久々に一人でトレクロも撮ったんだけどね。なかなか一人でやるってのは難しいですよ。もう久々すぎて。どうやってやってたかな、って。もう今適当に話しただけですけどね。とりあえず倒そう。よし、これは、もうダメだ、これ、つかないから。そしたらもう、倒しに行った方がいいもんね。で、これはね、ちょっと黄色かな？やっぱり。ちょっと足りなかったね、必殺技が。次は、これでいこうかね。はい。で、一応、ブルマさんはこれ取った方がいいんだよね。回復するからね、この人は。ほら、ちょっとだけ回復できるから。一応ね。倒せんじゃない？でも、これで。やっぱ強っ。もう強い余裕じゃん。イェーイ。
めっちゃ強いな、やっぱりゴテンクスがやっぱなんかね、前強いですよって教えてくれて強かったんですよね。とりあえずクリアですよ、これこのここはね、やりました。はいはいはい、ギニュート全体ね、やったぜ。はい、せっかくなんでもう一個やろうかな。ギニュー特選隊来たから、これやってみよう。いきます。はい、メンバーはこれ。もうやっぱこの人ですよ。強いんですよ。これね。もうゴジータ、もうスーパーサイジン4のゴジータ強いからね。で、だいたい多分ゴテンクスだけ発動してんだよな。フュージョンカテゴリーだから。よし、いきましょう。あ、ギニューですね。はいはい。はい、このポーズね。これ流行ったの、昔ね、誰か真似してたんだよな。これは昔の階層でいいんだよね、多分ね。そういうことだよね。今のシーンじゃないもんね。新しいやつじゃないもんね。よしよしよし。行きましょう。これ敵がいない方が、僕のね、やり方は大体敵にぶつからないのがね、やりたいんで。右でいいかな？右はいないかな？左もいなそうだったけど、右に行こう。上にね。よし。で、まあ、この金は取りたいからね、なるべく。取りましょうね。よっしゃー。よいしょ、はい、さあどんどん行くよ、どんどん行くよ、もう、ああ全部に、まあまあいいでしょう、別にこれはもういらないんでね、いらないとこのまま行きましょう。ああまた2か、あーいやーこの少ない中で赤当たっちゃったよ、それはちょっと運が悪いですねただ運が悪いだけです、僕のね。はいはいはい、行きましょう。よし、そういえばこれ見て、これ買ったの忘れててさ、着ようと思って今来たんですけど、まあ、これ着てサンタ帽かぶってちょっとわけのわかんない組み合わせでね、今お届けしておりますそんなことどうでもいいんだよよし、いくぞ。はいはいはい、ボスはあ、ギニューさん、この人リクームさんでしたっけ。これでいけるかな。よーし、よし、いけ、来ました、いけるでしょう。わー、全員いるじゃん、隊長以外全員いるんだ。よし、行くぞ。これはもう、あ、これで勝てるんじゃないですか。あ、こうしたいかな、下がっちゃうかな。あ、これでいきましょう。で、こうしましょう。じゃあ必殺技ですでしょ。イエーイ。で、これでも出んじゃない、必殺技。イエーイ。これでもいいと思うんだよね。あ、ちょっと足りなかった。まあでもこれで2体は倒せるでしょ。3体ぐらいいけるかな、2人ぐらい倒せんじゃない。うわー、いいねビッグバンカメラな、いいねこれね、もう超強いもんねこの技ね、めっちゃ食らうなあ、倒せた倒せた、3人倒せた、もうこれはいけるでしょうね。はい、このままでいいね。あー、まあ、まあ、うん、はい、ちょっとまあ多いやつで、まあ多分これも勝つでしょう、これでね、イエーイまあまあまあ全然いけるよこれで。よし、勝ちました、はい、よーし。あ、スカウターの反応消えた、隊長が出てこなかったね。はい、じゃあ今日はね、最後にちょっとここまで来たから怒りのフリーザだけやって終わりにしようかなと思います。いきます。はい、じゃあね、メンバーはこれで、ケールさん暴走、まああんまりもうその属性とかはね、正直持ってる僕もキャラが少ないんで、あんまりそのトレクルみたいにね、うまいこといかないですけどまあちょっとこれで連れてって、まあ勝てるとは思うから、いくよ、はい、きましょう。さあさあ最後ですよ、今日ね、今日は最後ね、初めてですよ。あ、やばい、怒ってるフリーザ、やばい、怒ってるフリーザが、うわー、めっちゃ怒ってるねフリーザフリーザね、怒ってるね。今のさ、アニメのやつ皆さん見てますか、アニメのやつ。あれ、面白いから、見てない人は見てね。見てるか。そう、今ね、いい感じだよね。もう結構さ、宇宙もさ、他の宇宙もさ、どんどんね、なくなってっちゃってるもんね。気になるわ。身勝手いつなんだろうね、次。やっぱ最後はさ、敵はあいつかな、なんだっけ、名前あいつ。ザ・宇宙人、あ、ジレン。やっぱあいつだよね、絶対最後。どうなるんだろうね、超気になるんだよ、今。よし、まあまあ、とりあえず倒すよ。まあ、ちょっと、どうしようかな。あ、こうして、あ、そっちか。あ、じゃあ、こうしとこうかな。これでいくね。
じゃあこれでよし、まあちょっとこれでいきますね。まあなるべく多いやつ選んでね。まあでもパワーストですよね。オッケー。そうだから今アニメさ、ジレンはもうずっとさ宙に浮いてるじゃん。あいつすげえ強いと思うんだよね。最後やっぱベジータとさ、まあ勝手なね、僕の勝手な希望ね、あのフュージョンしてほしいよね。やっぱり身勝手同士で身勝手同士でフュージョンしてくれたら超熱いよね。そんなことあんのかな。まあちょっと僕の勝手なね、希望ですよしよしよし。あーちょっと敵に与えたくないから、こうだよ。あーでもまあ赤はしょうがない、もう赤は避けれないからね。よしよし、いくよ。もうこのまま行けばフリーザーいけるんじゃないよし、いくぜ。まあでもまあランクは一番下のやつだから、勝つことは全然できるからね。よいしょ、うわどうしようかな。あそうなる、あそうなりますね。なるほど。まあじゃあ、じゃあちょっとこれでなるべく数を多く、多いやつからねやっていきましょう。でこれでいいんじゃないですか。あ OK で、これでいいんじゃないですか。 OK、 あー全員溜まった。よし、もうこれ倒せんでしょ。はい、オッケー、イエーイまあまあまあ一番あれだからねこのぐらい勝てよってなるからね。はいはいはい、やりました。これで、クリアと、イエーイ。あベジータさんだよ。あーこれもうやっぱ前のやつだよね。はいはいはい、やりました。はい、じゃあね今日はこんぐらいにしとこうかなと思います。まあちょっとまあのトレックの時も話したんですけど、まあ僕が一人でやるやつもちょっとずつなんかやっていきたいなと思ってるんで、今後出していければと思います。まあただ内容はね、そんなにすごい実況とか僕できないからちょっとなんかこんなんやってくださいとかパファッともらえるとコメントでね嬉しいですね。はい、ぜひ書いてください、お願いします。はい、じゃあ今日は終わりです。今日も動画見ててありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またやります。バイバイ。